アメリカンアパレル、アメリカンアパレル、アメリカンアパレルはアメリカ合衆国の医療品メーカー。卸売小売独自製品のデザイン、広告、マーケティングまでを垂直統合した医療品メーカーである。T シャツや下着のような綿のニットウェアを作っていることで最もよく知られている。しかし近年は、レギンス、レオパード、タンクトップ、ヴィンテージ医療品、ドレス、デニム、 マニキュア駅、寝具、さらには男性用、女性用、子供用、犬用のアクセサリー類にまで生産を拡大している。ロサンゼルスのダウンタウンに本社、工場を構える。アメリカンアパレルは1989年にカナダ人のダブターニーによって設立された。ダブは T シャツ製造業に精通しており、またアメリカのポップカルチャーに魅力を感じていた。 ダブがまだタフツ大学にいた学生の頃、アメリカンアパレルという会社名で、シルクスクリーンの実験から、アパレルビジネスを始める。サウスカロライナでの製造などを経て、様々な実験を繰り返した。1997年、会社はロサンゼルスへと場所を移す。2000年、アメリカンアパレルは、現在の工場を持ち、卸売業としてのビジネスを発展させながら、 シルクスクリーンをするデザイナー、会社のユニフォーム、制服を作っている会社やブランドへの販売を始める。卸売業として成功した後、自社の店舗での販売も始める。3年で440%の成長を遂げる。2005年にはアメリカ合衆国で急成長中500の会社のリーストの308位にランクされる。2005年の利益は2億1100万ドルであった。 2006年の後半、エンデバー・アクイジションという会社との合併を発表。360ミリオンで買収する合併話は2007年に締結し、これをもってアメリカンアパレルは株式会社となり、ダブチャーニーが代表取締役 CEO となり筆頭株主となった。またメイドインザ・ USA を売る数少ないアパレル会社となり、2007年にはアメリカ国内で製造された。 医療品をアメリカ国外で約125億円を売った。その他、アメリカンアパレルは進歩的な政治改革に賛同し、それをサポートしてきた。移民者の権利、労働者改革、スウェチャップフリーと言われるブラック企業体質や、労働者を低賃金で過酷に扱わない、フェアトレードの方針をとっている。2014年6月、 創業者のダブチャーニーが度重なるセクハラ問題で解雇された。2015年10月5日、米当局に破産保護を申請。2016年11月14日、二度目の破産保護を申請。同時に、ライバルのギルダンアクティブウェア社に同社のブランド等を6600万ドルで売却。アメリカンアパレルの本社と医療品製造工場は、 カリフォルニア州ロサンゼルスのダウンタウンにある80万平方フィート7万4000平方メートルの建物にある。この工場では布地の染め付け、ニット工程も行われている。すべての製造工程がロサンゼルス拠点で行われている。アメリカンアパレルは自社製品の海外での製造を行わないことにしている。ロサンゼルス工場の労働者の時給は12ドルである。 ちなみに中国の同業の労働者は時給40セントである。アメリカンアパレルは自社の工場労働者に世界最高の時給を払っていることを誇りに強いる。アメリカンアパレルはチーム製造を行っている。一番技術のある労働者を集めて一番重要な生産を任せている。それぞれのチームが責任を持ち自分たちの製造計画を立て製造の管理を行っている。 この方法を採用して、以来生産量が3倍に上がった。しかし労働者は2割増員したのみである。ファッション業界の流行の移り変わりは非常に早い。アメリカンアパレルの本社と工場が一箇所にあることは最高の効率を発揮できるとダブチャーニーは言う。世界中のどこかの店舗で突然売れ行きが良くなったデザインの情報はその週のうちに本社に情報が届く。 そのデザインは翌週には生産が始まり、次の週の終わり頃には世界中の店舗にそれらのデザインが並ぶという流行に敏感な生産販売戦略ができるからである。この工場では1週間に1億枚、1日に27万5千枚のシャツの生産が可能である。ニューヨークタイムスによるとこの工場はアメリカで最大の医療品工場であり、 約4000人の労働者が働いている。ここの建物の上部には、アメリカンアパレルは工業改革というスローガンを書いた旗を掲げている。アメリカンアパレルの生産システムは、従業員の大部分を一つの場所に集めて生産させる。ダブは、彼が労働者をより知ることが大事だと感じている。ダブは、履歴書ではなく、労働者の文化やファッションの意味で、 創造的な人物を雇うと述べた。ラブによると、アメリカンアパレルの型破りな社風が、会社の創造性と、急速な成長の理由であるという。2005年9月に、日本進出を果たし、渋谷店、レディース館、メンズ館、大館山店、アメ村店、およびオンラインショップを展開した。アメアパと呼ばれ、2012年には、渋谷レディース館が、 売上高世界一の店舗になるなど人気を博したが、その後経営悪化し世界的に閉店が相次ぎ、2015年8月には渋谷メンズ館が閉店、同年10月にはアメリカ合衆国で破産手続きを申請した。2016年11月10日、日本から撤退することが明らかとなり、日本法人は、 東京地方裁判所が任命した管理者により継続事業に関する決定が行われることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。